白上新一郎明治15年4月25日は、現在の岡山県倉敷市出身の商人、宗教家。岡山藩池岳お用達の米国賞、備中屋を経営。安政6年に重い眼病を患い失明、当時のできる限りの治療や、数多の神仏に祈願するも回復せず、明治2年に根高競争を知り、進行を始め、 明治3年1月、根高教祖広間へ参拝。約1年にわたり熱心に新人を進めたところ、年末に霊言があり目が見え、翌正月には、誓願となる。その信仰体験をもとに、根高教での初の布教文書である、五道案内を執筆。家業を息子新吉に譲り、布教活動に専念する。大阪での布教は順調であったが、 当時未公認であった宗派の布教は、関係の取り締まり等が厳しく困難を極めた。根高競争より信号として白顔、白髪を、白髪と呼び返るよう言われた。三名尾信の一人、近藤藤森を、はじめ多くので死を育てたが、大阪から東京への布教を目指す途上で死去した。新一郎の死後、新吉は、新一郎の名前を襲名した。ありがとうございます。